トビズ。アメリカの財務省は17日 EV ・電気自動車などを購入する際の優遇策で新たに優遇の対象となる車種のリストを発表しました対象となったのはアメリカの EV のみでこれまで対象だった日産自動車の EV リーフは対象から外れましたこれで日本勢の対象車種はゼロとなり ドイツや韓国のメーカーカもリストから漏れました。アメリカでは EV 優遇策として1台あたり最大でおよそ100万円の税控除を適用していますが2022年8月から北米で最終組み立てされた車両に優遇対象を限定しました。